ということで、お久しぶりです。お久しぶりです。今日は刺し飯企画ということで、はい、結構ね話題になってるじゃないですか。なんかコートマギさんのさコメントとかでもさ、で最近関わらないんですかとか結構 DM で見せたりとか、会ってないんですかみたいな、そうしたんですけど、まあなんか簡単に言うと普通に気まずかったちょっととりあえず今カフェに来てるので食べますか。じゃあ乾杯。まあなんだろう、なんか流れで言うとなんかひかるちゃんが別れ、うんうん、元彼さんとお付き合いしてたことは、うんうん、まあ、プライベートだし私もね知ってたじゃん、うんうん、結構大炎上だったよ。大炎上したその裏垢も繋がってたんですよ普通に。でもマジで私は晒してなくて、でまあ多分ひかるちゃんもその時人間不信みたいな感じになってたと思うし、うん、私も結構ひかるちゃんのファンからなぜかめちゃめちゃアンチ来たの。なんかブス死ねとか、なんかさらしたのお前だろみたいな、なんかひかるちゃんかわいそうだろみたいな感じにめっちゃ DM 来たりとかしてて、私が、うん、そのもうとりあえずお仕事とかも一応全部できなくなってストップしてってなった時に、自分から何も発信できなくなったというか、うん、その、まあ、誰がやったかっていうのは別に私は特定しようとも思ってなかったし、うん、別にももちゃんがやったとか誰がやったとか何も本当に思ってないし分からなかったから、うん、そこに関しては別に思ってなかったけど、まあ、見てる人からしたら誰がやったとかそういう話になっちゃうから、いろんな私の友達にそのファンの子とかがあなたがやったんでしょってこういっぱい送って、うんうんうん、特に仲良かったからももちゃんが多分一番多かったと思うんだけど、うんうん、それで、まあ、ももちゃんからしたらこうやってないのにこう自分にアンチがいっぱい来て嫌だったから、うん、ももちゃんじゃないですって私が言ってほしいってももちゃんは言ってて、うん、けど私はその時こうももちゃんじゃないですってわざわざ発信するとももちゃんだって思ってない人もいっぱいいるから、うん、なんか逆におかしいし、何もこう更新してないのにそれだけ更新しても変だし、SNS 更新してなかったもんね。あ、そう、うん、それだけ更新しても変だし、まあ、もーちゃん以外の子が逆にこう怪しまれたりとかもするし、でそこで揉めて、うん、でその後私がもう家にずっと引きこもってて連絡をこう取るのも途絶えてて、うん、で、まあ、もーちゃんから連絡来てたけど、うん、こう返せてなかったから、なんかそれでなんか連絡を取らなくなって会わなくなってみたいな感じで自然と気まずくなってみたいな、うん、なんか状況が状況でめっちゃなんか周りの人とかもなんか何回も話す機会ってあったと思うんだけど、プライベートの周りの人たちがなんか逆にそのお互い仲直りする気なさそうだよみたいなことを言うたりする人とかもいたし、うん、でうちからしたら怒っちゃって、なんかそうインスタライブやった時に、うん、なんかももちゃんですかみたいなコメントがバーってあったのね、うん、でそれに対してひかるちゃんが何も言えない状況だったし、なんかいや何も言えないですって言ったのね、うん、でそれでファンの子がその回答って絶対ももちゃんじゃんみたいな感じに勘違いして、でそのインスタライブの後もめっちゃなんかバーって暴言みたいな DM とか来て、え、なんでってなってひかるちゃんにその私もいやうちじゃないって言ってよみたいな、なんか本当に迷惑って言ったらあれだけど迷惑なんだけどみたいな結構怒っちゃって、で多分その後になんか私もちょっと反省っていうか、まあ、ひかるちゃんも大変だろうなと思って、まあ、メンタル落ち着いたら焼肉行こうみたいななんか LINE とか送ってて、それをなんか既読無視したのね、うんうん、でそれでうちはなんかずっと無視されてて、まあ、疑われてるんだろうなみたいなので、うん、なんか話しかけづらくなってなんか自然と気まずくなったよ普通に。そうなんか周りの人がひかるちゃんがももちゃんって疑ってるみたいな感じに他の人が勝手に思ったことをももちゃんに言ったりとか、うんうんうん、そうしたりとか、ももちゃん何もやってないのにこう言われて、うん、こうももちゃんもこう追い込まれてて、ね、アンチに、うん、でそれでまあひかるにブワーって怒って、まあ、ひかるもすごい申し訳ないなって巻き込んじゃってすごい思ってたし、うんうん、
めちゃくちゃこうわーって怒られて、直後に焼肉行こうだったから、なんかこの落差に、うん、なんか動揺しちゃって、うんうん、何も返せなくて、まあ、炎上した直後だったし、うん、でそれで既読無視になっちゃってたんだけど、まあ、その時ももちゃんだけじゃなくて、とりあえずこう連絡をこう一旦取ってなくて、誰と、うんうん、そのままなんかフェードアウトしたんですけど以上ですね、理由を言うと、うん、え、お腹空いたいんだっけ、マジ美味しいの、うん、食べる卵サンド、あーへん、ここのお店はよくあゆみとかと行きます、一緒に。で、なんかで、なんか仲直りのきっかけは、私が酔っ払って電話かけたみたいなで、なんかさ、小悪魔の撮影とかで会う機会はあったのよ。特に挨拶もお互いしないし、気まずい感じで、他の人にもさ気を使わせてるところはあったの、絶対。まあ、それもなんか面倒くさいだろうなと思って、で、まあ、話そう話そうと思ってたタイミングはあったけど、そのタイミングでなんか周りにいろいろ言われたりとかで、なんかだったら話さなくていいやみたいな思ったりとかが結構何回かあって、まあ、でも直接話してみないと分かんないかなと思って、なんか私が酔ってる時になんか電話して、でその後なんか普通に、あ、そういうことだったんだみたいになって、普通に恋話してたよね2時間ぐらい電話してていつも通りになりました。ご心配かけてすいません、すいません。半年ぐらい、なんか半年経った感じはしないけど、確かになんか久々にこうやって話してもなんか前みたいな感じで、うん、なんか遊んでたかしめっちゃ、なんかまあ仲良くなった時も出会ってすぐさ毎日会ったりとかしてたからさ、うん、であとさめっちゃ怖い話言ったじゃん、縁切り神社の話、うん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 、うち当時ひかるちゃんと京都行った時があって、なんか元彼がちょっとキモくて、元彼のフルネームを書いたのうち縁切り神社に行ってそのでひかるちゃんと仲が、まあ、よくなくなっちゃって、その後になんか縁切り神社の話をね誰かとしてて、なんか縁切り神社行って元彼の名前書いたんだよねみたいな話してたら、え、てか誰と行ったのみたいな言われて、え、ひかるちゃんみたいな、ひかるちゃんと仲いい今もって言われて、いや、もうちょっと今気まずい感じでって言ったら、いや、縁切り神社って一緒に行った人との縁も切れちゃうんだよみたいな言われて、怖っみたいな怖くない、話したい恋バナもいっぱいあったのに、なんか話せないじゃんみたいなのがめっちゃ多かったの流れ的にひかるちゃんに話したいみたいな話めっちゃあったんだけど、炎上中は何してたの、ね、時間が経つのがめちゃくちゃ早くて、うん、基本でも家にいたけど、なんか危なかったの、外に出たら、なんで知らない人にどっつかれたりとか本当にヤバくて、マジ、うん、後ろからボンみたいな、え、ね、ヤバくて、で家に結構いて、家はバレてないよね、でも一回なんかインスタの DM で住所送られてきて、え、家の部屋番号もねガチにフルで送られてきて、なんかもうウーバーかなとか思って、うん、ウーバーの名前変えてえ、待って、ウーバーの名前何だったの、自分の名前だったの、自分の名前だった、絶対がいいよそれは、そうとかもしないし、うん、しないね、なんかこう普通なのよ普段から、うん、なんか一応活動してるけど、うん、普通にそういう感じで思ってないから自分、うんうんうん、普通に過ごしてるから気をつけないとなって思った、うん、初めて、でなんかだから結構世界一メンタル強いから、メンタルはマジでうちの友達の中でも一番強いかもしれないなんかその病んだりとか一切なかったんだけど、うん、普通の人だったら死んじゃうぐらいヤバかったの、めっちゃ来てたっしょ相当来てたよね、ヤバかったんだけど、うん、まあでも結局自分のせいだしっていうのは根底にこうちょっと思ってたのもあって、でも公表してるカップルでさ、別れた瞬間に別れましたっていうカップルいないじゃん、うんうん、だってひかるちゃんも別れてたけどいずれは言うって言ったじゃん、うんうんうん、でも多分その一緒にしなきゃいけない仕事とか、うん、仕事ってさなんか半年後とかの仕事とかもあるわけじゃん、うんうん、カップルでやるとか、うんうん、それもあったから言えなかったみたいなところあるよね、うんうん、それはなんかもともと決まっててこの時期に発表しますっていうの、うんうんうん、決まってたんだけどそれの前に出ちゃったからしょうがない、うんうん、タイミングだよね、活動してる側からしたらそれは理解できるけど、うんうんうん、でも結局はこう見てくれてる子たちがどう思うかみたいなところはあるから、まあ、だからさそのびっくりするような内容でも私はなかったんだけど別れたんだよねみたいな、うん、でも仕事があって言うタイミングがあってみたいな、あ、そうなんだみたいな感じだったし、うん、でもマジでヤバかったよね絶対アンチ、まあ、今は来ない、うん、今は来ないね、
なんかその時は本当に、うん、世間で言うさ、うん、ニュースがさ、うん、バンって出た時ってさ、うん、全然知らない人もさこう注目するじゃん、うんうんうん、何も内容を理解してないけど、うん、とりあえず死ねっていう人とかいるじゃん。なんでさ、なんか生きる死ぬをお前に決めなきゃないんだろうと思うんだけど。時代ね、それ。あと勘違いしてる人とか、うん、詳しくわからないけど、めっちゃ長文で、これはこうだからこうだからって、うんうんうん、私の人生を勝手に決めつけて全部安心してくれる人とか結構いたから。やばいね。だからさ、ひかるちゃんが浮気したって言われてなかった？え、言われた。え、本当に、その時の話、私仲良かったから聞いてたけど、うん、ひかるちゃんは浮気されて、って言ったよね、みんなに、うん、本当に浮気されて、で別れたんですよ、うんうん、リアルタイムで聞いてたから、するんだったら別にそっち行けばみたいな、別にもっといい人いるし、うんうんうん、みたいなスタンスだから、うん、許してたんだけど、うん、まあ、1回は全然許せるみたいな感じで前から言ってるから、はいはいはい、全然いいんだけど、うん、内容的に無理だったから、うん、もう別れようってなったんだけど、うん、あの謝罪動画が、うん、カイさんと3人で出ちゃったから、まあ、あれは確かにちょっとカオスだったかもしれないよね。感覚がね、多分違うんだよね。だからどっちも普通仲いいから、うんうん、その元カレ、今までの元カレ全員仲いいし、うんうんうん、なんかその元カレと今カレも仲いいとかもさ、それはでもすごい特殊だと思う。 それが当たり前の感覚だったから、見てる人からして、え、この3人並ぶのやばくないみたいな感覚が本当になくて、はいはい、まあ、3人で撮ろうって言ったのは私が言ってんじゃないけど、うん、普通の人からしたら変だよねって後から思ったから、それは本当にミスったけど、うん、恋愛の仕方は見ると結構違うかもしれない。うん、美味しくない？めっちゃ美味しい、ね、卵好きだし。まあこんな感じでお腹直りしました。ウケる？なんかじわるよね。じわる。仲直りしたんですねみたいなさ、インスタでさ、うんうん、写真載せてバーってくるのも嫌だったもん。確かにね。何だったんですかってなるじゃん、普通に。確かに確かになる。だからまあお互いのチャンネルでちゃんと理由を説明して、うん、もう絶対謎だったと思うし、ファンの子からしたらその、うん、いきなり遊ばなくなって、なんか、うん、アゲハでも一緒にいるとこ、うん、撮られてなくて、うん、みたいな、うん、気まずいよね。でもよくよく考えたら別になんかそんなないよね。ないよね。本当それだけのことだね。そのぐらいだよね。まあこれからは今まで通りにということなんですけど、別に仲直りします。まずいみたいな感じでした。確かに。以上です。以上です。はい、ということで、はい、ひかるちゃんのチャンネルとかでこの後、ももちゃん家に行きます。そう、新居に来てくれるらしいので。遊びに行きます。昨日 LINE で、ももちゃんの新居行きたいって来たので。ということで、私の新居にひかるちゃんが来てくれるので、はい、ひかるちゃんのチャンネルもぜひ皆さん見てください。はい。はい。